岡久介です。リーベルファンタジア続きをやっていきます。前回ケイフォックスにあれを作撮ってもらって、あの子に作ってもらって、で今日はジャックの飛行ショーですね。行ってきましょう。見晴らしの丘かな多分。まあ、でもおしゃべりを楽しもうかな。アルフはすごくね、飛行機が好きみたいですね。単純に好きだから手伝ったのかな。そこはわからないですけども、ちょっと話しかけてみようかな。会話変わってるかな。お、いない、みんないない感じかな。ひょっとして一旦噴水広場に行ってみましょう。多分見晴らしの丘だろうけど、あ、普通にいるね。生まれて初めて見た飛行機が落ちるだなんて縁起悪いわよね。あ、これ変わってないな。じゃあ行っちゃおう、見晴らしの丘へ。よし、マリエル、こっちこっち。え、なんか曇ってるよ。ザクが飛ぶよ。え、嫌な雰囲気。いよいよだね。うん、大丈夫？おお、いきなり上がったね。お天気が崩れそう。ねえ、大丈夫。あ、このシュリンクスの笛を一吹きすればぐずついたお天気もすっきりドピーカン。ドピーカン、そう。れあれ、何今の音。あれ変だな。今のチャイね。チャイ、もう一回。ちょっとお茶、もしかして笛の演奏ものすごく下手なんじゃ。そんなことザック。あー、そんな、あ、大丈夫本当に。お天気妖精なんでしょ、なんとかして。ダメよ、この笛の方が力が強いもん。そんなあの子来てくれないかな、笛吹きの。え、これで、え、つぼみが開くの、どういうことだ。これは何かな、何の子かな。お、あ、あ、誰かの願いを叶う。え、なんでそんな。今度こそ死ぬかと思ったぜ。誰の力かな。お、あれは空のドアだ。ヘブンズドア。え、行っちゃうのかな。ジャック、どこ行くんだろう。なんか見えるのかな。まさか。もしかしたら、ね、ジャックの言ってた。ジャックってことは帰ってこなくなっちゃうよね。ヘブンズドア、ついにたどり着いた。ダメよあなた。あ、来てはダメ。うん、お前か、そこにいるのか。ダメ、俺は。ごめんねパパ。いるのか、そこにいるんだな。頼む、俺を連れてってくれ。私たちはあなたを縛るつもりはないの。どうか自由に羽ばたいて。俺を許してくれるのか。私たち恨んでなんかいないわ。愛しているのよ。それを伝えたかったの。パパ大好きだよ。私たちはいつまでも待っています。あなたにはまだやり残したことがあるでしょう。うん、俺に。ザックー。あー、よかった、戻ってきた。あれ、こんな時。いや、大丈夫でしょう、きっと。何をやってるんだにゃ。にゃ、うわぁ。クレムリンが。にゃんだ。あ、治った。悪い子じゃなかった。え、
グリムリンはむしろ直してくれてたのかな。ザック、ザック、よかった。僕ザックが行っちゃうのかと思ったね。すまなかったな、また死に損なっちまった。ああ、よかった。そんなこと言わないで。そうだな、俺はまだまだ死ねない。生き続けて後から来るお前たちのために道を切り開いておかなきゃな。うんうん、それでいいんだろう。ああ、よかった。これでジャックさんの気持ちも整ったってことですね。整理がついたんでしょう。ああ、本当になくなると思ったよ。でもよかった、ショーが無事終わって。うん、結局機械の故障はグレムリンのせいだったの？いや、それがよくわからないの。グレムリンがいた方がちゃんと動くこともあるみたいだし、うん、ねえ、よくわかんないね、うん、若い子のやることはよくわからないわ。若い子ってグレムリンのことかな。フィオナって本当はいくつなの？何回目だこの人。いいじゃない。そんなことよりお客さんみたいよ。誰だ？え、ジニーか。こんにちは。え、なんかすごいおとなしい感じになってるね。どうしたの？これを返しに来たの。あれ、それは私にはまだ使いこなせないみたいだから。もともとあんたが取ってきたものだし。練習しないのか。ありがとう。なんかおしとやかに優しくなってるな、ジニー。いつ会えるかわからないし。じゃあまたね。うん、またね。うん、元気でね。うん、そうそう、あのグレムリンだけど。何？うん、ポンコツ寸前の飛行機がなんとか動いてたのは あの子のおかげだったみたい。そうだったんだね。え、勘違いしてたのね。あの子はジャックを死なせたくなくて頑張ってたみたいよ。そうだったのか。そうだったの。うん、元々すごいボロボロだったんだね。だから飛行機は一緒に旅を続けることにしたわ。あ、よかったよかった、うん、私の代わりに謝っといて。うん。じゃあさよなら。はい、一緒に旅に行って。ん、ジャック。あ、ジャック行っちゃうってことか。挨拶したいね、それは。はい、ということでいろいろ変わってるんだろうな。ちょっとお話巡りに行きましょう。アルフレッドのところに行って、多分見晴らしの丘屋でイベントだから、その他のところに回ってみましょう。アルフ、グレムリンもね、邪魔してたわけじゃなかったんだね。ほい、見てて。あのグレムリンとかいう妖精のおかげで腰を打ってしまったにゃ。まったく、マリエルと絡む泥臭なことがないぜ。あー、でもね、そのおかげでね、助かったんだからね、ジャックさんはね。アルフの大好きなね、ザ・スカイが助かったのはそのおかげだよ。ちょっと待って、牧場の可能性もあるな、進むの。あ、大丈夫だった。なんかぬるっと動いてるな、マリエルちゃんの先から。大丈夫かな。はい、チョリーくん。うん、クイシーはあんまり見えなかったな。ここら辺は誰もいないよね。あと、はい、コリンは元気になったかな。あれ、なんもなかった。リンはよかったね、助かってね、ジャックさんがね。でもジャックさん残ってコリンと仲良くしていくんだと思ってたんだけど、もう旅に行っちゃうのかな。うん、あー、これは変わってないね、イエタおばあちゃんの言葉。今回コリンたちだけなのかな、会話の変化っていうのは。キャシーもね、関係してるから、キャシーも変わってそうだけど。ねえ、
教会通り行ってみましょう。ゲイリーさんもね、張り替えとか言ってたから変わってるかもしれないね。あのシートの張り替えとか言ってたから、行ってみよう。はい、こんにちは。あ、変わってなかった。あれ、何も変わってなさそうだね、これは。メイちゃんたちも変わってないだろうな。ね、全然別方向に話が進んでたからな、この子たちは。多分来月になるまで会話は変わらないでしょう。だね。よし、じゃあ噴水広場でキャシーがいないか確認して、キャシーみんな変わってない。コリンくんだけ、嵐の丘行っちゃいましょう。あ、飛行機の模型持ってる。コリン、ジャックは？行っちゃった。ああ、そっか。そんな、さよならも言ってないのに。ねえ。それは？ジャックが置いていったんだ。ジャックの飛行機に似てるね。ね。いつか空の上で会えるかな。いいな。そういうの。いつか会えるよ。だね。コリン君もね、飛行機に乗るようになるんだろうな。よし、帰ってきたよ、フィオナ。違うよ。アリエル、さっきの笛は植えちゃダメよ。下手なことしてまた雨続きになったら困るから。練習したいなぁ。はーい。で、奇跡妖精ちゃんが生まれましたね。はい、自由。この子よくわかんないんだよね。くるくるにしよう。くるくるしてるから。かきくくくらりらる。はい、くるくるちゃんはい、マテリアルは何かな。風の翡翠だといいな。お、オッケー。風の翡翠ならどんどんあげちゃおう。いいよ。オッケー、くるくるちゃんは風の翡翠。他の方がいいのかもしれないけど、とりあえず40までは上げちゃおうかな。あと2回。はい、自由。ほい、会話をする。一緒、行く。狭い、いや広い。風、通る場所、いい。大きな木の上とか。何もなかったか。もうちょっと。風の翡翠、あと23個か。結構ね、合成にも使うから全部は使いたくないんだよね。60じゃまだダメだっけ。おはよう、マリエル。適当、よろしく自由だもんね。狭いとこは嫌だと。70まで上げるか。せっかくちょっと風の翡翠でやりやすいから。やったね。やったね。ティアラフェ変えちゃおうかな、久しぶりに。一緒に行くなら狭いところは嫌だな。広くて風が通る場所がいい。あとは大きな木の上とかね。風のあそこは行けるよ。時にマリエル、自由の風に吹かれて旅に出てみたとしよう。夜の寝床に困ったけど、君ならどうする？多分どこででも寝るがいいよね。君はかなり自由な心を持っているね。ちょっと気をつけろよ。でもちょっとは気をつけろよ。優しいね。はい、あげちゃう。やったね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 。
ちゃおうかな。カウントダウンティアラフェ、やったね。よし、これで変わったでしょう。オッケー、うん、くるくるちゃんになったね。お金を稼がねばならん。140枚くらいだったっけな、金貨。トラビスさんのところに行ってみよう。キャシーいるかな。いなくなったっぽいですね。うん、会話が変わったかな。他の人は変わってるかわかんないけど、でもいなくなったってことはゲイリーさんも変わったはずだよね。お、いないね、フラニー。お、これはオスカーのところにいるな。いやー、ジャックさんの勝負も途中でハラハラさせたけど大成功だったな。さすが役者だね。なんか3人しかいなかったような気がするけど、見てたんだね。実はジャック様もうちょっと止まっていってくれればよかったのにね。やっぱり飛行機乗りは陸地にいるのが苦手なのかね。あー、そうだろうね。うんね、もうしばらくね一緒にいてくれたってよかったじゃんって思うけどね。え、トラビスさん、はい、いらっしゃいませ。マテリアルを売りたい。命の粉末、竜の牙、ミスリルはもう売っちゃっていいんだよね。はい、あ、違う、はい、ミスリル、はい。で、カオスマテリアルが1円か、じゃあダメだ。マナの石、精霊石93、結構溜まったぞ。それでは行きましょうか。いつも通りエリックの合成行きましょう。よいしょ、エリック、よろしくね。よろしくお願いします。ほい、合成。よし、ミスリルを作りたい。磁石が必要ない。精霊石、神の涙、命の粉末ね、命の粉末ね、虹の結晶。お、これはまずいぞ。虹の結晶で失敗するとは、これは悪い流れがやってきておる。うん、で、命の粉末を、よし、よよ、その調子だよ。もう知ってるもん、そんなの。そんなの予想できてたよ。ポーションだとか、ロイヤルソースだとか、ここら辺もね、作れるっちゃ作れる。ジェネテリアは12ゴールドで売れるか、虹の結晶を作りまくればいいかな。フレンブルとブレスラムか。虹の結晶でそんなに失敗するか、エリック。おっと、これはいけませんな、エリック。よし、よしよし、1個ぐらいか、できたのは。竜の角、アオラス、アイオライト、ジェネテリア、ジェネテリアね。よし、よし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 、いいぞ。クイーンビネガーは大して高く売れない。ポーション、ロイヤルソースね。ロイヤルソースは6ゴールドなんだよな。いらないな。あー、磁石が欲しい。大地の琥珀がないと。竜の牙、暁の雫、命の粉末、水の結晶もちょっと作るかな。もうクズマテリアルばっかりじゃないか。で、ジェネテリアだっけ。はい、よし、いいよ。ジェネテリアはそこまで失敗しないね。で、ポーション、ロイヤルソース、
竜の牙って相当安いよね。3円だもん、3円。じゃあ竜の牙を使う何かを作って売りたいんだけど、そんなのな、あ、ミスリルで竜の牙使うのか。磁石ね。磁石を取ってくるかな。虹の結晶だね、やっぱ磁石だな、お金稼ぎには。よし、じゃあ全体マップから鉱山、しまった。磁石は遺跡か鉱山、あ、鉱山なかったっけ。グランタイト、クロアサイト、サンライズ、サンライズとかの使い道がね、よくわかんないんだよね。磁石ね。紅真珠、銀の森じゃ磁石は出ないよね。地の迷宮、あー、大地の琥珀とか、あー、グランタイトはいらないけど、力の果実、地の実磁石か。やっぱ古代遺跡、古代遺跡しかないね。よし、ラウザー連れて行きましょう。ピッキーとか必要だったっけな。よし、今回はこの1回の探索をして終わりにしましょう。はい、こっちの方もしっかり見ていこう。よし、ゴミだったよ。ね、マテリアル収穫率アップの何かとか欲しいね。ありません。で、ここは降りちゃう。あー、落ちたー。あー、ズキズキする。溝落ちのあたりがね、ズーンとなっちゃうね。で、こっち側を探しましょう。知恵の実、知恵の実か。磁石、あ、精霊石が来た。もうそれはいいよ。精霊石直で出るんだ。最近そういうの増えてきたよね。最初の頃だったら出なかったのかな。結構先に進んだからそういうの。よし、磁石来た。出るようになったのかな、過去のダンジョンでも。取りたい。はい、よし、磁石2個目来ました。ドワン、反対側も見ていって、そいや、そいや、見てて、もうびっくりするんだよね。あるって分かってたけど、落ちてないね。お、あったね。マテリアルだと思ったらゴミだったよ。そっかそっか。ほい、はい、知恵の実、こんなもんかな。上まで探索すると大変だし、時間もちょうどいいし、一旦ここで終了して、どうしようかな、裏で集めておくかな。いやー、それ厳しいんだ今厳しいんだよな、あんまり動画撮れてないから毎日投稿ができなくなってしまう。まあ、次の2回3回はね、お金稼ぎになると思いますが、興味のある方はぜひ見てください。それでは今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。